米地質調査所、ユスグスによると、メキシコ南西部沖で7日夜、日本時間8日午後、マグニチュード M8.1 の地震が発生した。ワールドツアーのため同国を訪れているハロー。プロジェクトの女性7人組、ジュースイコールジュースは、公式ツイッターを更新。皆様ご心配をおかけしておりますが、ジュースイコールジュース全員無事です。取り急ぎのご報告ですと、 メンバーの無事を報告した。メンバーの高木社幸き20も同ツイッターで今メキシコで地震がありましたがジュースイコールジュースは無事です。心配してくださっている皆さんひとまず私たちは怪我一つありませんし大丈夫ですのでご安心くださいという報告でした。とファンに伝えた。